故障者リストとは、MLB、NBA などにおいて、公認の意思により怪我や、疾病のために試合出場が困難と診断された、選手を登録するリスト。これに登録されることを、故障者リスト入りと呼ぶ。登録期間中は公式戦に出場できない。MLB では、インジャードリスト、NBA では、インアクティブロスター、NFL では、インジュリーリザーブと呼ばれる。 2018年シーズンまでは故障者リストと呼ばれていた。しかし、ディセーブルドには身体的障害との意味も含まれ、障害者の権利擁護団体から要望もあり、混同を避けるために2018から2019、オフシーズンから負傷者リストに故障変更された。10日間いる、15日間いる、60日間いるの3種類があり、選手をいるに登録した場合は、 代替選手を参加マイナーリーグチームなどから補充することができる。なお、マイナーリーグでは7日間、いると60日間にいるの2種類のみ。その他、以下の規定によって運用される。2011年シーズンからは、選手の夫人が子供を出産する際に立ち会うことができる特別制度が設けられ、最大72時間の一時離脱が可能となった。これにより、 離脱した選手に代わって一時的にマイナーから選手の補充が可能となっている。なお適用者第1号はコルビー・ルイスであった。脳震盪を起こした選手を対象とした7日間の短期故障者リスト制度も2011年から導入された。運用ルールは前日の10日間いる、15日間いると原則同じだが14日を経過しても復帰できない場合は 自動的に10日間いる、15日間いるへの登録状態に移行する。適用第1号はエリック・アルモンテ。NBA においては12人のロースターの他に故障者リストとして3人まで登録することになっていた。リストに入った選手は最低5試合が経過するまでロースターには復帰できない。また、リスト登録されている間は試合には出場できないが、 練習への帯同は可能である。現在はインアクティブに変更され、インアクティブは最低一人、最高三人登録されることになっており、試合ごとに選手の入れ替えが可能になっている。NFL においては、故障者が出た場合にその選手を故障者リストに登録し、代替要員を登録することが可能である。リスト登録された選手は53人のロースター枠から外れるが、 チームの一員としては確保される。ただし、一度リストに登録されると、そのシーズンの残りの試合に出場はできず、チーム練習への参加も認められない。言い換えれば、リスト入りした選手には、来期のロースター復帰のために治療を及びリハビリに専念してもらうことになる。かつては故障者リスト入りした選手もシーズン中に復帰できた。 なお2012から13シーズンより地名に限り、IR にした選手の復帰が認められる。日本のプロ野球においても1992年から1996年まで、故障者リストの制度が設けられていた。当時は、プロ野球各チームの支配下選手登録を1軍40人、2軍30人に固定し、シーズン開幕時にまずそれを振り分け、シーズン途中に、 最大5人までの1.2軍の入れ替えを行ったほか、9月からは1.2軍の枠を外して支配下登録選手であれば、誰でもベンチ入り登録できるようになっていたが、前地までに2ヶ月以上かかってしまう場合は、故障者リスト登録され、自動的に1軍選手登録から外して、治療に専念させ、変わって、その分から2軍の選手を1軍登録に昇格させることができた。 1997年に1軍40人2軍30人の振り分けが撤廃されて以降は支配下登録選手の中から最大28人を出場選手登録し試合ごとにそのうち最大25人をベンチ入りさせることができるシステムとなっており選手の入れ替えに関しても抹消後10日間再登録できない点を除けば比較的自由度が高いため 故障者リストに該当するような制度は存在しない。その一方、治療に時間を要する故障者を一旦形式的に自由契約とした後、育成選手として再契約して治療に専念させる形で運用する動きがある。2007年より故障により出場選手登録を抹消された選手を救済する故障者選手特例措置が設けられた。プロバスケットボールの B リーグにおいては、 インジュアリーリストの名称でも受けられ、トーリストには2名まで登録される。トーリストへ登録された選手は所属との契約は保持されるが、登録から30日間再登録することができず、不可記述以降にクラブの抹消申請を受理されて再登録されることになる。かつてリンクとチギブレックスでは、独自にインアクティブ選手という制度を設けていた。 適用されると、登録上は2軍となるが、練習は1軍に帯同することになっていた。ありがとうございます。